今月も拠点38まで登ってきました。でね、ここが重力と魔法陣が結構出て、ブロックも出ますよ。で、貫通ダメですよ。で、まあ、あとはもう低レベルだよね。ハートなしか。うん、マップクリアもなし。で、火属性のみ使うなってやつね。で、改めて編成して分かったんだけど、多分ね、ぶっちぎって強いのは、もう、ランストレックスでしょ。もう、こんな頭おかしいぐらい絶対強いのよ。で、ヒロアカコラボって、無駄にこのギミック多いのね。はい、というわけでね、まあ、いけるっしょ。こんな編成でやっていきますと。まあ、ブロックも出るから、ワンチャン、爆豪くん、帰り咲き？まあ、帰り咲きもいいよ、爆豪くん、今だ結構強いけどね。じゃあ、やっていきますか。まあ、ハマればいいのかな。ハマりました。防御アップのバフをもらいました。あ、で、減少攻撃。あーい。ハマれ。はい、まずハマるん大事ね。で、ハマって、価値が減少攻撃、HP 減少攻撃をしてくるから、それを防いで立ち回りましょうっていうクエストだね。うん。まあ、強えわな、ランスロット。で、ブロックも出るから、バックゴー君、これ、ねえ。まあ、ここだったら誰でもいけるけど、直でね、カーンって入りやすいね。はい、オッケー。で、まあ、ステージ突破で。って感じかな。そうだね、ギミック完全に対応してるから、全然問題ないね。このままサクッとクリアしていきましょう。とりあえず、またハマります。で、防御アップのバフもらいます。いいね。その攻撃もかなり減少するわけね。これは、まあ、こっち行くか。霧島くんとかね、すんごい久しぶりに使った。すんごい久しぶりというか、使った記憶あんまないもん。この子。ね、挑戦権も解放してないしね。私、コラボ系は大体解放するんですけど、解放すらしてなかったね。大変失礼いたしましたが。まあ、ご了承を。防御アップごちそうさまです。お、全然違うね。そうか、バックゴー君の方が近いからか。近い方に来るんだね、これ。いや、入れ歯。入れ歯で友情コンボいけないかな。チャージショットで。いや、ごめん、いけんわ。さあ、友情コンボ効かないね、全然。友情効かない系だ。がっつり殴っていきましょうだね。もう、ランスロットでいいじゃん、本当に。ランスロット持っていれば楽勝だね。だって、ギミック完全対応で、でもバックゴー君の方が強いかな。いや、でも切らねえしな。聖騎士キラか。そういや持ってたな、聖騎士キラなんて。まあ、はまりましょうね。はい、はまりました。で、防御アップもらいました。霧島くんが防御アップってすごい硬そうだよね。霧島くんの防御アップいいね。全属性耐性かなんか持ってるよね。ねえ、全然使わなかったけど、まあ、やっぱね、こうやって使う機会があるといいよね。どっち優先だ、これ。次なんかしてくんだよな。まあ、次何してくるか知っときたいから、一旦、上行って、あ、いけんかった。まあ、一体残ったから、ね。友情で倒したかもしれない。あ、硬っ。ん？白バック弱いね。白バックが弱っちいね。いやー、ガイドがありがてえ。はい、防御アップ。で、1の攻撃で、レーザー。これが何分の1されてんだろうな。でも1400だからだいぶ減らしてるんだろうね、きっと。ぶん殴りましょう。結構硬い。あー、結構硬いね。今だってランスロでしょ？ね、キラー持っててこれか。ほい。いや、霧島くん弱えな。え、霧島が弱いにはこいつは硬いのか。あ、防御アップ消された。やばい。ごめん、防御アップ消すわ、こいつ。はー、そういうことか。ああ、じゃあ優先的に倒した方がいいってことね。オッケー。いいね、バックモークいいとこ行った。バックモーク次ぶん殴れるし、多分一番近くにいると思うんだよね。いや、移動した。移動かい。これ挟まれんのかな？こっちか。これ多分直は無理だよね。こういう感じだって。あ、でも 3P がハマってるからハマれるのか。うん。ハマりだね、これ。はまってけタイプだ。
お、いいね、ダブル防御アップ、美味しい。これでカッチカチ効かない。本来のダメージを知りたいけどね、どの程度食らうのか。桐島くん、君がすごく火力不足です。桐島くん本当にどっこいも刺さらずに今に至るからね。どっかあったっけ、いやー桐島欲しいみたいな、ここ霧島いなきゃきついぜみたいなクエストあなかった気がする。弾かれんの。まあ、結構敵は固めだね、固め。じゃあボスやっていきましょう。まあこんだけギミック完全対応してるんで、うん、苦戦はないね。でこれもまあ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 ハマってく感じで。いや違うよ、狙ったのは左上だよ。狙ったのは左上、ミスっただけ。まあ防御アップいっぱいもらえたしいいね。で先こっち行っとこうか。これで安心と安全の防御アップ、安心安全で桐島さんがぶっ倒していく。それも本来痛いんだろうね結構。まあこっちかな、勝って。あ結構硬いねこの人。全員倒すことによって透過が解けますよっていう。やべやべ、倒して倒して、オッケー、ありがとう。動けるランスロックス、ありがとう。ランスロックス強いけど、ランスロットは、ランスロットの活躍の場が未だにないんだが。いや別に弱かないよ、弱かないけど、なんかねえ、うわー防御ダウンされた、やらしい、やらしいじゃん。はい、防御アップ。2ターンで即死なのかな。あ、ひよこビームだ。で、これは、こういう感じで、あ、でも、鶏殴った方が強いんだよね。あ、じゃあマジ離れた、マジ離れた。もらえ、よし、もらった。あぶねえ。で、1700か。17000。いや、17万はさすがにないよな。何分の1なんだろう。その隙間狭ない。おー、硬いな。霧島くんの 1.5 倍よ。いやー、上叩きて、上のは叩きやすいから上行くわ。弱点殴ってるのと変わんねえぐらい行く。まあ、そこ2倍だもんな。2倍でキラーだから弱点みたいなもんか。どこ殴っても。いやー、ランスロット強いわ。落語くん。マジか。え、蝶バラだよね。蝶バラでこれか。あー、これあれだね。あの、しれっとやってるけど、結構硬いわ。はい。今、一応突破。あれかな。ランスロックス今入れてるから超楽勝だけど、ランスロックスいなかったら案外削りきついのかな、ここ。そんな気がしてきた。で、これは上にはまります。はい。で、防御アップします。次は下？あ、いいね。あ、でも防御アップが2体しかもらえなかったのか。まあ、いっか。まあ、2体もらったら十分だ。でも、こういうとこ爆音くいいよね。多分雑に行ってもハマるでしょ。ハマるか倒すでしょ。あ、調子乗った。あ、ほんと調子乗った。ごめんなさい。調子乗りました。雑に行っちゃダメだね。うん。だから、おっ、オッケー。でボスがこっちに来る、透過が解けるってやつ。桐島くんの SS なんだっけ。ああ、一定期間経過。桐島っち行くか。ああ、でもダメだ、まず防御アップだ。あ、ブロック持ってない、ブロック持ってない。ブロック持ってないから二壁経由？これさ、爆豪に飛ぶんじゃねえの？いや、多分霧島の方が近いか。さすがに。いやん、ひよこビーム。いや、ミスった。オッケー。いや、ランスロット超動く。優秀だね。あ、ごめん、シールドしちゃったわ。
まあでもまあ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 、AP ショット打つか、なんかあんま出番なさそうだし。ああ強い強い強い。やっぱ弱点効果アップっていいよね。6お、あ、これってあれか、ボス撤退しても出るんだ演出。今知った。はい、じゃあラスゲやっていこう。まああれだね、本当にランスロットを持ってれば楽勝だね。ランスロットと加速でもいいかもね。もうランスロット無双。これハマリ優先よりも、待って、次動くのが霧島くんでしょ。 SS 打てないから、あ、でもまあまあいけるか。うん、ありがとう。霧島っちで SS 打ちたかったな。せっかくの一定期間アップだからね。一定期間アップなのに一巡回るかどうかも渋くなってきた。まあまあまあ、で上倒します。まあ本当にあれだね、何度も言ってごめんね。ランスロットはランスロット X ばっかりじゃん最近。なんかね、そう、ランスロット X 使ったんだよな。なんだっけ、なんかのクエストでめっちゃ強かったんだよな。あ、あれだよ、新爆ですか。新爆でめっちゃ強かったもんね。防御アップしました。霧島の SS 打ちたいな。霧島は、うわー、なんかヒヨヒヨしてる。次耐えれる？ちょっと待って、これ右行こう。あー、こいつブロック持ってねえや。でも待って、ごめん、一巡持たないかな、さすがに。残り5ターンでしょ？あ、霧島で決めれるわ。やめろやめろやめろ、あぶねえ。1万8000。削っとこうかなって。あー、程よ程よ。多分あれハマると倒しちゃうから。あ、でも待って、ハマらなきゃダメか。弱点外。あぶねえ、これ霧島に飛んだら終わってたわ。で、一応ひよったわけじゃない。まあ、ひよったけど、霧島の SS 最悪ミスっても、はい。次の爆豪君で決めましょう。あ、次のランスロットで決めましょうみたいなね。そういうスタイルでいきましょう。OK! 勝ったっしょ。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。弱点逆側。でもお前はいける。いや、こっち行こう。ガイドがあるし。お爆豪使っといてよかった。ごめん、倒したわ。はい。いいね、防御アップした霧島はなんか絵になったね。以上、ハム太郎でした。ヒロアカコラボが強かったです。じゃあバイバイ。オッケー、あべ